여러분 안녕하십니까? 今日は大学の試験を採点していて感じたことをお伝えしたいと思います。発音の変化が今回たくさん出てきたんですね。で、発音の変化は鼻音かも流音かも乳挿入も全て、理屈で説明できる。黒板に書いてこれはこうですよって説明して、繰り返し説明して、そして練習問題をして、それを試験に出すんですけども、大体ほぼできてるんですよ。唯一できていないのが能音化。能音化は理屈で説明しきれないんです。例外がある。で、その例外を出すから余計にそうなんかもしれませんけども、能音化しないものとするものを混在させてこう並べて出すとやっぱり間違いますね。鼻音化はほとんど間違わない。乳挿入も流音化も間違わない。でも能音化はたくさん間違える。で、間違える一つは能音化するかしないか間違えるのと、もう一つはこれがちょっとね、僕の教え方のまずさ、もっと強調して教えればよかったかなって反省してるんですけどもね、激音化と間違えてる。激音を書いてる人がバラバラっているわけね。だから激音っていうのは前後に必ず比喩がありますよっていうことを、授業中にも言ってるんですけど、それでも間違えてしまう。だからそれだけ能音化が安定性がないっていうかね、その理屈で割り切れないから、なんかやみくもに覚えないといけないと。これは能音化する、でもこれはしないっていう、そういうふうに覚えている中で、その比喩との絡みがちょっと分かりにくかったのかな。やっぱりこれ反省材料ね。比喩が絡んでたら激音化、そうでなければ発音の変化があるとしたら能音化ね。その辺をもう少し強調して、そして能音化するものとしないものをもう一度確認しないといけないなと、つくづくちょっと反省的に感じています。ですから発音の変化で一番困難なのは能音化、改めてつくづく感じました。